はい、えー、速化軸塾の久保でございます。まあ、10年以上即課軸を運営してきてね、その時その時に応じたテーマで稼ぎ方っていうのを打ち出してきました。一番最初はアフィリエイトだったんですけども、まあ、世の中的にアフィリエイトがね、あんまりうまくいかなくなってきて、というよりも Google に吸収されて、今、アフィリエイトをやるのはそんなに現実的じゃないかなと思っております。 当時はね、PPC アフィレートとかね、結構あったんですけどもね、PPC アフィレートも今ではもう下火と言いますか、そんなに効果の出ないものになりました。というのが、広告料を払えるところが圧倒的に勝つ。それだけなんですよ。まあ、ですんで私たち個人ができるのって、YouTube のね、広告収益、それがやっとのとこじゃないかなと思います。さあ、そして時代は変わりましてね、えー、様々あったわけですけども、えー、今はね、 FX ってものが別講座として機能しています。ご存知 FX オリガルヒです。こちらの方も思った通りの成果を出してくれて非常にありがたいなと思うのと、私としてもね、大きな2本目の柱が立って非常に頼もしく思ってるんですけども、いよいよ新しい挑戦が私としてもね、始めなければいけないかなと思っていて、ずっと後回しにしていた株ですよ。うん、株をね、そろそろやろうかと思うんですが、ただ今回の株の取引っていうのは、 もうね、ぐーっと難易度を落として、何もしない。買うだけ。しかも、少額。ね <laughs>、これに絞っております。少額っていうと、どのぐらい少額かっていうと、数百円とかね、数千円っていうものが、株っていうのはあるんですよ。で、さすがにね、数百円で買ってもしょうがないかなと思うんで、私の場合は、100株単位で買おうかなと思います。100株単位でも、例えば150円の株式を100株買うと、1万5千円でしょ。だから、 1>, 1万とか2万とかで買える株。高くても3万から5万。これ以下で買って放置で得をする株を狙ってみようかと思います。これぞ株1年生ですね。不労所得を作っていく方法です。じゃあどんな不労所得かっていうと株主の優待期を狙うわけですよ。株の売買採棄とかいろいろチャートを見たりとかややこしいでしょ。だからそれはまあ後回しにしといてとりあえず株を買ったことによって 優待を受けてね、その株式の会社の商品をもらうとか、それから実際に配当を何百円もらうとかね、それからサービス券をもらってそれを街中で使っていくとかってやつです。具体的に言うとですね、例えば NTT 株、ご存知でしょ ?NTT 株って170円ぐらいで買えるんですよ。で、100株買うと1万7000円ぐらいでしょで、 高くても200円超えないぐらいでこう推移してるんですよね。そうなってくると1万から2万の間で買える100株ってことになります。で、100株単位で持ってるとこの NTT 株っていうのは1500円分の D ポイントがもらえるんですよね。これ不労所得1500円ってことになります。で、作業はいりませんからそのまま1500円1年間に回もらえるんですよ。これを侮る流れです。これ1個だけ行こうってうんじゃないんですよ。 NTT を買って、次の月には新しい1万円とか2万円で、例えばね、マクドナルドの株を買うんですよ。マクドナルドの株を買うと、マクドナルドの商品をいただける優待券が送られてきます。これ確かね、年間で10回ぐらいお食事が無料になる優待券なんですよ。これから調べますけどね。その他、少額1万とか2万で購入して持ってるだけで、 いろんなものがもらえるみたいなのを月に1個とか月に2個本当に自分の無理ない金額で買いましていったらいつの間にかどのぐらいのお得がね受け取れるかってことですよさらに株っていうのは売ればそのままお金になりますからねいらないなと思ったり優待がしょぼくなってきたら売ればいいんですよそして別の優待に切り替えるこんなこともできるわけですねじゃあそのために 株の証券口座を開くのは難しいかっていうと、これが案外簡単です。しかも、証券口座を開くだけでお金がもらえる。ポイントサイトとか、ほら、セルフバックを使って。だからついに私もね、ずーっとセルフバックとかポイントサイト、株の証券口座の口座開設はしてこなかったんですよ。FX ばっかりやって。だから、これからは株の証券口座を開くことによって、とりあえず、セルフバック収入、ポイントサイト収入ももらえるっていう副産物付きです。 もうどこを見ても稼げるネタししかないでしょうで、ょこれを私はね2024年1年がかりで皆さんの前でやっていこうと思うんですよ。で1年が終わった後にどのぐらいの私は株主になっているかそして総額どのぐらいの株主集体を受けれるのか総額でいくら株券を使うの買うのに使ったか、ね、これ株っていうのは株を買ってお金払って終わりじゃないですからね。 株を売れば払ったお金は多少の差益はありますけど戻ってくるわけですよ。だからお金を入れたり出したりするだけで基本的には減ることなく増える一方っていう形です。魅力的でしょしかもこれが莫大な金額必要じゃないんですよ。1万円とか2万円でできるやつを1年間かけてやるわけですからまあ年間で20万30万を使って20万30万以上のリターンを得ようかなっていう作戦ですよ。で、これを見るとね 株の魅力がさらに分かりやすく。そして、え、そんな優待あったのだったら買うよみたいなね。そんなことも起きると思います。いや、まだ、あんまり調べてないんですけども、例えば、焼肉のチェーン店のね、牛角とか、あとは、キング、焼肉キングとかですか。ああいうところの株主買ったら、なんかお食事券とかもらえないかなと思っちゃうんですけどね。どうですかね。そうすると、1年に1回でもいいんですよ。 ただで焼肉食べ放題みたいなのがいけたらいいじゃないですか、これ。ね。そのぐらいからね、始めていこうと思いますんで、まあ、よろしくお願いしますということでございます。早速、ストーンさんの方から動画が送られてきまして、相場、あー違う、講座解説はこんな形でやりますよってのをね、貼っときますので、これからね、私の、私自身の挑戦に相乗りしようと思う方は、ぜひご一緒ください。それでは。